おはろくたんです。はい、今回はですね、タイトルとサムネイル見てもらったら分かると思うんですけども、モサの人たちのね、感度や、視野角をね、紹介していきたいなと思います。結構ね、気になってる人多いと思います。自分の感度がね、まだ決まってない人とか、まあ、その設定ですね、モサのね、その設定をもう丸パクリしちゃえば、言ってしまえばね、その手っ取り早く強くなれてしまうので、まあ、その最初はね、モサの設定を丸パクリして、そこからね、こう自分なりに、まあ感度とかね、変えていけば、自分に合った感度っていうのもね、見つけやすいですし、まあ、単純にやっぱモサの設定とかって参考になりますよね。ということで、今回はね、モサの設定を紹介していきたいなと思います。まず最初にね、はい、ゲンジゲーミングさんの、設定をね、見ていきたいと思います。で、源氏さんの感度なんですけども、はい、固定速度で、一人称の感度が118で、光線中、これはまあ打ってる時の感度ですね、が127と、まあ、若干打ってる時の感度の方が高めというような感じですかね。で、アイアンサイト1倍スコープエイムは、63で、打ってる時の感度が115と、これもだいぶエイム時の感度は63と低めだけど、打ってる時は、115と結構高くしている感じですね。倍近く、高くしてるのか。まあ、打っている時の感度は、まあ、こう、リコイルだったり、まあ、あとは OEM の感度になりますので、まあ、若干高くしているという感じですかね。2倍のエイム時の感度は39で、こちらも打っている感度71と、まあ、倍近く高くしていますね。だいたい倍にしてる感じかな、これは源氏さんの場合。で、源氏さんはね、視野角は110でやっております。で、指はね、6本指でやっている方なので、まあ、同じね、6本指でやってる人、ぜひね、こちらの感度参考にしてみてください。では次、仏さんのね、感度設定を見ていきたいなと思います。仏さんの設定がこんな感じですね。総合の感度が60と、で、垂直感度が70ですね。ここ初期の数値が100なんですけども、だいぶ、総合も垂直も下げていますね。で、固定速度で。仏さんもやっていると、連動感度は、オンになっているので、こちらはまあ AM と打っている時の感度はね、一緒というような感じで、一人称が170ですね。170結構高めだな、仏さん。で、アイアンサイト1倍の感度が95、2倍が50、3倍が45というような感じで、アイアンサイトと、まあ、2倍3倍の感度は、まあ、大体ミドル感度ぐらいだと思うんですけども、一人称の感度が170で結構高めなのかなと思いますね。で、仏さんはまあショットガンがうまいですよね、特に。うん、大体まあどの銃も使いこなせてうまいんですけども、ショットガンをすごい当てるイメージで、まあ、マスティフとか、まあ、ピースキーパーとか、まあ、そのショットガンのうまさっていうのも多分一人称のこのエイム感度の高さ、まあ、170で、まあ、こうセンタリングしっかりと合わせて、まあ、そこからエイムしっかりと覗いて打つっていう感じですかね。で、仏さんは6本指でねプレーをしていて、視野角は110でやっていますね。ぜひこちらの感度も参考にしてみてください。はい、では次はね、チンプロさんの設定を紹介していきたいなと思います。チェンプロさんの感度がこちらで、総合感度と垂直感度スケールは、まあ、初期値の100を使っていますね。で、固定速度と、一人称視点が、感度65と結構低いですよね。アイアンサイトの感度が36、こちらめちゃくちゃ低いですね。で、2倍の感度が25、3倍が、22という感じで、めちゃくちゃチェンプロさん感度低いな。まあ、チェンプロさんはね、まあ、こうめちゃくちゃキャラコンをするっていうよりかは、もうどちらかといえば本当にもうエイム重視、もう中距離でのエイムとかがもう特にめちゃくちゃ綺麗で、こう配信とかねよく見させてもらってるんですけど、もうマジで中距離での当て感とかがやばいです。で、チンプロさんはね4本指で、プレーをしていて、視野角はね90でやっていますね。まあ、結構特殊なのかな、まあ、視野角90だからこそのこのエイム感度の低さなのかもしれないですね。まあ、ぜひね4本指でプレイしていて、視野角とかもね、90とかでやっている方、ぜひねチェンプロさんのこちらの感度も参考にしてみてください。はい、では次、チームメンバーのチャンキさんのね設定を紹介していきたいなと思います。チャンキさんの感度がこちらです。総合感度が、100と初期値ですね。で、垂直感度は、83で、垂直感度だけ、初期値よりね下げているような感じですかね。で、
チャンキさんも固定速度と、一人称の感度が145、アイアンサイドこれちょっと途切れちゃってるんだけど90ですね。はい。で2倍が53、3倍が37というような感じで、チャンキさんはね、まあ、荒野行動を昔やっていた方で、まあ、やってた人はね、まあ、知ってる人多いと思うんですけども、だいぶ荒野行動でもね、有名で強かったらしくて、まあ、今同じねチームメンバーでやらせてもらってるんだけど、まあ、感度をね見る感じ、チャンキさんはね、まあ、大体ミドル戦士ぐらいの、まあ、結構平均的な感度なのかなっていう感じですかね。はい。でチャンキさんはね、Apex モバイルで結構こうタイマン大会とかも出ていて、優勝とかもねしたりしていて、まあ対面のねやっぱ能力っていうのは高いですね。チャンキさんはね視野角110の何本指だったかな、4、6、どっちだっけな、6かな、確か6本指でやっていたと思います。はい。次はねコンの感度設定をね紹介していきたいと思います。 COD をねやっていた人はね知ってる方多いと思うんですけども、Apex モバイルね、もうベータ版の時からもう本当に界隈最強でもう言われている人の一人で、もうコンはねマジでめちゃくちゃ Apex モバ強いです。でコンのね感度設定がこんな感じですね。総合感度スケールが120で、垂直感度スケールが102と、初期値からまあ総合は20上げて、垂直感度は2プラス2しているような感じですね。コーンの場合はね固定速度じゃなくてね、この ACC 速度、速度加速ですね。はい。速度加速を、使っていて、一人称視点の感度は136と、アイアンサイト1倍の感度が69、2倍の感度が41、3倍の感度が30という感じで、まあ、感度自体は結構ミドル戦士くらいなのかな。コーンはですね、まあこう大体どの銃もエイムとかすごいいいんですけども、もうエイムがいい中でも特にマスティフ、まあ、ショットガンですねのエイムが本当に化け物です。もう化け物級にうまいです。もうベータの時からもう一番うまいともうすごい言われてますよね。はい。まあ同じね速度加速で、やってる人、まあ、ぜひねこちらの感度も参考にしてみてください。コンはね6本指で、視野角はね110でやっております。で次はですね、まあ、これ最後になってしまうんですけども、ネムさんのね設定を紹介していきたいと思います。ネムさんはねこう今までね何回マッチングかぶって対面でね戦う機会多いんですけども、マジでね対面での打ち合いがもうバケモン強いです。もうねしょっちゅうボコられてますね。でネムさんのね感度設定はこちらもすごい特殊だな。総合感度スケールが300、これ初期値が100でプラス200で300ですね。で垂直感度スケールが100と、感度加速モードはこちらもね ACC 速度、まあ、速度加速を使っていますね。一人称の感度が、100、1倍、アイアンサイトの感度が39、2倍の感度が34、スコープ3倍の感度が、27という感じですね。まあ、ネムさんもねめちゃくちゃねマスティフ、まあ、ショットガンがうまいんだよね。まあもうこのレベルになるとねもう大体その全部の銃うまいのはもちろんなんだけども、その中でもねやっぱり一つ飛び抜けてる部分があるという感じで、まあ同じね速度加速の人もね、こちらネムさんのね感度もぜひ参考にしてみてください。視野角はね110でやっていて、ネムさん6本指かな確か。はい。6本指でねやっていたと思います。はい。でね一応最後にね自分の、設定もね貼っておきます。まあ、前にね感度合わせの動画の時にね軽く自分の感度もね紹介したんですけども、その時からねはい一切変わってないですね。総合感度が90、垂直感度が80で、固定速度で一人称が105、アイアンサイトが73、2倍が53、スコープ3倍が37という感じで、あ視野角だけ変えた。前にね感度合わせの紹介動画の時にね紹介した時はその視野角100でやっていたんですけども、最近ね視野角110に変えました。っていうのもやっぱりねこう上手い人、まあ、強い人がねやっぱ110でやってる人が多くて、まあ、110の人ってなんかこうショットガンとかもねみんななんか当てるの上手いし、なんか俺やっぱショットガンね苦手だからショットガン当てれるようになりたいなと思ってね最近その視野角をね110に変えました。まあこうスピード感、まあ、疾走感も出て視点もねすごい映えるので、まあ、110にねして、まあまだね慣れてないんですけども110ね結構おすすめですね。でまあ自分はね6本指で、
まあレイアウトがねこんな感じでやっておりますということでね、いかがだったでしょうか。今回はねこちらの動画が参考になったよって方はね、ぜひチャンネル登録、動画の高評価してもらえたら嬉しいです。コメントの方もたくさんお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイニョー。ロクタンロクタンタンタンロクタンロクタン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 ロクタンロクタンタンタンロクタンロクタンタンタン、みんなのロクタンロクタンタン、 SMG の名刺ロクタンタンタン。